じゃあちょっとね、いろいろトラブルに、ね、あります。時間がかかりそうでね。ここが、今、ばあちゃんの部屋？結局、お母さんの部屋に入れなくて、うん、おばあちゃんに呼ばれて、おばあちゃんの部屋来たみたいな。さっきのばあちゃんの顔なのね。おそらく。おそらくおばあちゃんの顔ですね。怖すぎるわ、ばあちゃん。ばあちゃん。今座ってるでしょ。ばあちゃん。これおばあちゃん座ってますね。本当に、あんな顔で呼ぶのはやめてほしい。しかもね、髪の毛が異様にあるんだよ。なんで傘、ここ、これで。ウィッグじゃん。ウィッグ。ミーコが大好きなウィッグだよ。ほら。人形用の傘だ。人形を、こう電気消せるから。うわぁ、なんで消せんだよ。ばあちゃんにトントン、だって座ってんじゃん、ばあちゃん。いや、おばあちゃん触れないでしょ。触れない。ばあちゃん、おばあちゃん。ちょっと、なんで入れるんですか入れるんですか。あの時から喋らなくなったって死んじゃってんじゃないの。レイちゃんがね。あー、レイちゃん。うわー、待った。あー、レイちゃんが。レイちゃん。レイちゃんじゃないです。違うよ、あの、ガラスのとこだよ。人いる。いるでしょ。おばあちゃんの顔じゃなくて、これ。おしゃ、映ってんじゃなくて。おばあちゃん、あんな顔してんの。おばあちゃん。笑わせないですよ。そうだよ、おばあちゃん、こんな、なんかだ、ちょっと気がね。これ光ってる。うわあ！ちょっと反応が早すぎんだよ。ペン落としちゃった。ペン落とさないでください。ちょっともうこれでも連打して。でもこれあった。あったね、この鳴き声。大人。もっと早く。うわ、気味が悪い。怖えな。壊れてる。うわ、これエコーすごいね。これ怖いですね。これやばい。なんかもう上から下。やばいこれ。頭だけ取っておいてる。頭だけ。頭。ばあちゃん昔から連れて人形気味が悪い。いや。おばあちゃん直すのね。日本人形は好きでね。そういうことか。下だよ。開けるよ。開けた。開けない。開ける。わあ。なんか出てる。あ、なんだ。子供サイズの人形。これ倒れるでしょ。ドミノ倒す。ドって。横向いてね、一体な。そこなんですね。なんも。お、今揺れた？私がちょっと揺らしちゃったんだと思う。ちょっとさ、その下の何なのそれ。そう、その。めっちゃ見ちゃうよ。リアルサイズのやつ。リアルドール。その手前もいるでしょ、だって、リアルドール。うわぁ、お腹痛い。子供サイズの人形台になってます。でも、ここもうない。ちょっと待ってね。こっち、そっち行ったら。これ怖いな。そっちおばあちゃん何人かなってねえか、怖えな。よかった。よかった。この髪の毛とか。おばあちゃん映ってんのか、あれ。おばあちゃんじゃないですか、場所的に。あれ、上の写真。上の写真。違うさ。前よりも一層暗くなったよね、前作よりね。そうですね。うわ、フランス人形の写真。へぇ。あの、左上の、うわ、また左上のガラスだけさ、変な色じゃない。ほら、本当だ。割れてんのか。うわ、何の割れだった。おばあちゃん。おばあちゃん、喋って。ばあば。揺れて、せめて、その椅子揺れるやつだから。せめて動いてよ。あ、鳥肌すぎ。寒いよ。もう、あ、いや、まぁ、ちょっとありましたね。でも怖い。これ、ちょっと袋なんだろう。座布団かい。お、あ、なんで何の言わないで開けるの。いや、もう、ちょっと、たまにはみんなもこれは、あら、感じた。これちょっと、なんか、あのね、入れない。うわ、あ、両方開く。両方開くぞ。開くけど、中は調べられない。上の天袋みたいなとこ。手が届かない。届かないんだ。まあ、ちっちゃい子だもんね。そうですね。うわ、まじ、杖ね、杖。仏壇だ、仏壇。杖ね。火ついて、あ、ろうそく立ってるね。てか、電気つけなよ。うわぁすげえ、でも静かに話せられた。なに、どこ誰どこにあるの電話。電話出るの。うわ、玄関の早く立ったぞ、これ。玄関ってかなり、ねえ。うわぁはいはい、出ます。まずはね、まずはね。え、なんで、ね、充電してください。すいません。
これ汚ねえやもう何で見るぜ。まだまだ出てんの。ちょっとタッチペンがどこ行っちゃった。タッチペンどこ行っちゃったけど、いやもういい、切れちゃったよ。切れたけどどこ。あ、そういえば前作ではここに病院のあれが書いてあるんですよ、電話番号みたいな。ない。赤い靴はアンテカーありましたね。赤い靴スタップ。お気に入り、あ、お母さんなんだ。はいほお母さん。はいほお母さん。あ、そっか、家族写真、待って、はあ、うわぁ、叩けこれ前割れたぞ、確か。確かに。そうですね、割れましたね、これ。1週間後にお父さんも交通事故、お父さんも。お母さんはお葬式の日に撮った写真。お葬式の日に撮る。わぁ、目が腫れている。それを飾る。その真ん中の男の誰。おじいちゃん。行方不明。おばあちゃん来るんじゃない。オッケー、閉じるよ。あ、大丈夫だった。あの、カレンダー、カレンダー。やばい、お腹痛くなってきた。あ、なに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 。お母さん、なんで笑ってるの。いや、いや、今お母さんの笑い声。パロー。うわぁ、いや、まだ生きてるから。生きてる。そう、そうっすよね。生きてるから。別に霊じゃないですもんね。足あるもん。生のね。お母さん、ね、外部からなんて書いてあったんだ今しも。何お母さん。テレビは、テレビ、テレビ、どういうテレビ。テレビと、いや、これはね、カビカビ。ここはあれだよね、ハエがすごいいたとこだよね。そうです、お母さんが立てたところにハエがいっぱい。神棚みたいなのある。ゼロ、どうして死んじゃったの。あの下の何絵あれ、目線くれてる感じの下の絵。下の絵、その下、それ何ですよ。そうそう、ちょい上、誰かの顔の、あ、顔。あ、お母さんさ、赤い、お母さん触った。あ、触りました。でもテレビだなってたから、テレビは何かあるよ、これ。え、これおばあちゃんの部屋とかじゃなくて。前金庫だったよな、これ。これ金庫。あ、金庫でしたね。あ、うん、でも前なんでやっぱちょっと古いタイプのテレビですね、うん、そうね。でもテレビついてたのになんでいけない、つかないの。やめてよ。え、つかねえじゃん。痛いな、なんか。お、男へ、やめてよ。いや、もう大丈夫、閉じめ大丈夫だ。いや、もう近電気。わあ、すいません。すいません。上、もうとりあえず触っていこう。そうですね、怖いけど。そこ開かねえんだ。開かない、開かないっすね。もう一回これ見る。テレビの隣の本棚は、本棚、わあ、何で笑った。あの、これ以上まずいけなくて、うん、お母さんが怖えな。お母さん絶対なんか刃物持ってこっち来るタイプでしょ。お母さん、お母さんもうちょっとついてみるか。奥の窓とかは、うん、いや、なんもない。え、うん、で、やっぱテレビですよ、テレビ。テレビついてないでしょ。なんか、アイテム持ってましたっけ。あ、そうだ、アイテムやね、アイテムないんだよね。そうですね。うん、ないですね。なんでさっき、あ、カレンダーとか触った。これさ、移動できないの。これは移動できないです。いや、どっか地図、前地図あったじゃん。あ、どっか移動できたじゃん。まだ多分地図もらってない。タップが足りないの、タップが。あの、お母さんの上のなんか食器棚みたいなのが。お母さん顔、お、こっち見てる。ちょっとこっち向いてない。こっち向いてる。さっきより、あ、待って、先にトイレ済ませておこう。え、閉じ込められるよ。トイレ来た。うわ、マジ。うん、おお、これ、まあ、これレイちゃんが閉じ込められてるんでしょ。そうです、そうですよ。これどこに住んでる。あ、ドアノブある。ドアノブあるね。トイレ済ませなきゃ。じゃあトイレ立ってってこと。ニコ、代弁。
だ、違う違う、汚れはなかなか落ちない、三角。やだ、こんな汚いとこにトイレするの。もうちょっと綺麗な方がいいですね。上は上、上向けない。上は、あ、向けます向けます。あ、電球は、電球なんか、いや、触ってもないですね。右は、わあ、トイレしなきゃいけねえぞ。ちょ、電気してみる。で、消えます。左か、左。いや、超怖えよ、怖い。電気消した状態、どっか触れない、暗くて。基本はやっぱ電気はつけないともう見えないですね。消したり、つけたりしてみ。こっちで。ないですね。あ、ちょっと電気。うわあ、なんでもらった。怖いすんだよ。水流し。流れない。あ、え、一回だけ？一回だけ。みこちゃん、この後トイレしたら流せない。ちょっとどうしよう。こういうタイプって、この、これパコって外して水ジャーってやれば流れますよね。え、なに、なんで、なんで。豆知識ですよ。別に電気に水かける。やれば。あ、そっか、やれればいいのか。どれとペーパー、いや、なんで。じゃ足元らへんか。これスリッパないで、これ裸足でこれやるの、みんな。ドアノブもう一回触ってみる。トイレを済まさなきゃ。人見てないか。前はここ血だらけになったんですよね、確か。なんでトイレできねえんだ、流せない。全然いけないっすね。ほとんど触ったよね。触りましたね。お、なんでいいの、なんかありました。いや、いや、電気触って、あー、あれか、鉄格子と触った、うん、右の。右も触ってますね。うわ、おばあちゃん、ここ入ってきたらマジで怖いんですけど。おばあちゃんは、ドア、おー、びっくりした。え、これはね、ただアプリが落ちただけだと思うんですけど。やめろって言ってるんですかね。やめろじゃないんですか。やめましょう、これは。やります。一応開いてみます。続きからかな。最初からの可能性もあるな。でも音は続いてるんですよね。確かに続いてる。音は風がボーって、聞こえ、そりゃそんなね、そんなチャッチーやつじゃ聞こえるわけないんですよ。あ、動かない。あ、動いた。引き続きから。ああ、でもちょっと先にトイレだっこしよう。トイレ、さっきと同じ状況。ちょっと流してみます。いろいろ奇怪なね、うん、現象も起こってますよ。すっかかってする。これも。お、お、お、高橋名人張りの。タップの神様になりますからね。でも、タップの神様になったところで何もない。三角コーナー、三角コーナー、触れないんですよ。あ、触れないんだ。ティッシュペーパー、ドアノブだけじゃなくてさ、なんかどっかない。トイレを済ませなくて。とかドアノブだけじゃなくて。いや、あの、触ってるんですけど。お、お、お、変な音すんぞ。お、なんか出てきてる。お、なになに、なんか出てきてる。お、出して、出して。これは、じゃ。鍵開いた、鍵開いた。あれ、ふざけんね。鍵閉まった。え、え、待って、もう一回。もう触れない。あ、あ、よし、前見るよ。はい、はい、大丈夫。はい、はい、大丈夫。OK。 流す。おここでとりあえず今日は終われっていう。はい。
合図なのかもしれない。合図かもしれませんね。まあ開発中のアプリなんでね。そうですね。ちょっと不可解な。いやでもだって終わり方不可解すぎない。ドゥーってなんかあったはずなのに、ね、もう一回見てみる。もう一回見てみる。もう一回見てみる。わあ、おトイレ、おトイレ。音はね、音はね、続いてる。え、まだ続いてるの。続いてます。音は続いてる。ポチャンとか録画も止まってないんです。不可解すぎない。そうだって普通止まるからね。そう、どっちも止まる。アプリ落ちたら。そう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 。はいはい。ちょっと一応さっき左のトイレの出して出してところあ保存されてるわ。うわ、かゆいかゆいかゆい。さっき俺が保存されてますね。ここのトイレのペーパー、トイレペーパーをかち。ああ、そしたらなんか音しましたよね。ブヨーン。ちょっと待って、ちょっとすいません。このあたりはもう一回水流せたりしないの？あ、なんかアイテム使うとか、あそこで。サンポール？サンポール。あー、この。これ鉛筆でさ。手書き系？あ、何？一個あるじゃん、なんか。なんかあるじゃん、何それ？フィルムケース。いつの間に？え、前作もあったよ。あったよね。ありましたね。ちょっと、これとこれ。さっきのトイレットペーパーのとこでさ、使われてたんだけど、これ。あ、そうだ、これ。これ、この前さ、前作だとこれドアノブにしたべ。そうです、これをドアノブにしたんですよ。でもドアノブあんねん。あるんですよ。ドアノブもっと叩けば。これ分解してみましょうよ。うわ、やばい。おぉ、私をここに閉じ込めたおばあちゃん、絶対に許さない。しししししし。僕、出てくるパティンじゃない？パティンでパティンでパティン。うわ、いや、いいよ、何もねえの。うわ、何？何おばあちゃん来たの？あ、え、おばあちゃんが何？剣先で大怪我をした。剣先、あの、おひさきだ、おひさき、なんで剣って言うの？え、屋根から落ちてきた何かがおばあちゃんの頭を割った。おばあちゃん死んだ。え、その死に何かが始まる。幼いんかい。というわけでここまでですね。そう、今日はね、怖っ。編集長、今日も面白いアプリでしたね。いやー、なんかあれだね、他のホラーゲームとはちょっとオーラが違うよね。いや、ね、やばいやばい。だって、今のところって、こういうポイント、そんな驚く。なんですか、私私はもう本当にやだやだ、本当にやだ。まださ、ポイント的には、まだ何数箇所しかなかったみたいな、ね、うん。そうですね。こんだけ、節々が痛い。本当に。もっとビビり、なんか空気の持っていき方やばいっすね。うまい。本当うまい。いや、本当怖い。これ、完成品ちょっとね。でも楽しみなのはちょっとあるんですよね。そうね、そうね、そう、見てみたい、その先を。これ完成品はとりあえず生でやりますか。やりたいですね、うん、生か、これ生か、ね、これで 60% ほどなんで、あと 40% 上乗せされた。あと 40% 相当クオリティアップしてくるからね。序盤の序盤ですからね、うん、おかしいよ、めっちゃ怖いもん、やだ。この双子の話、あ、お姉ちゃんか、お姉ちゃん姉妹の話、うん、どうなっていくんでしょうか。気になりますけど、気にならない、やりたくない。さあ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 、やりたくない。ちなみにこれいつぐらい。あ、そうだ、なんですか、リリースは。一応ですね、お盆中の目処にリリースを予定されているそうです、うん、今は命を削って恐怖を演出をアップさせているという。いや、命削ってんだから超怖いんだろうな、やだ。それはそうだよ。ホラーゲームに命削られたら相当怖いと思う。やだ、ね、うん。というわけで、まあ今回ね、初の試みで、はい、配信前のタイトルをやったという、ね、初めての。はい、ファミツアップはね、全面的に受賞をね、応援してきますね。応援していきます。やだーやだー、ほんと怖いんですよ。それではじゃあ、はい、配信をぜひ皆さん、正式リリースを楽しみにお待ちください、はい、はい、その情報もファミツアップでね、追ってそうですね、お伝えしますので、はい、リリース決定したら、配信されたらファミツアップでもやります。はい、というわけでファミツアップのチャンネル登録もお願いします。お願いします。
はい。というわけで、じゃあ、終わりましょうか。はい。終わろう、終わろう。それでは、明日も15時に会いましょう。さようなら。バイバーイ。